皆さんこんにちは。熱血天使の三橋忠です。金沢ひろゆきです。この配信では今日は何の日と題して、その日起こった歴史上の出来事を語っていきます。はい、というわけで第2回、なんか第1回大物ゲストが来たって聞いたんだけど、大物ではないね。大物なんすいきなりバッサリ切るね。そうですか、うん、そういう感じでいきましょうか。はい、はい、熱血天使志チャンネル、今日は何の日。10月この日はこちら、1838年安田善次郎が生まれる。日本一の金持ちといえばこの人を置いて他にないでしょう。安田善次郎は明治の銀行家で、富士銀行を設立した後、安田財閥を作り上げるに至りました。安田生命とか水戸銀行なんかが今でも有名ですね。どれくらいすごいの。彼が亡くなった時の資産は2億円と言われています。当時の国家予算は約16億円ですので、実に国家予算の 12% に当たります。現在日本一の金持ちと言われているのはユニクロで有名な金井隆さんです。総資産は平成22年で8400億円。国家予算は92兆円ですので、全体の 0.9%。 時代が違うので単純な比較はできませんが、我々だけ見ると安田善次郎の10分の1です。ユニクロの10倍ってすごいね。実際どうすごいかわかんない。そんな安田善次郎がなんで成功したかというと、実にこの一点に尽きるわけです。安田は財閥は銀行業を中心にしてお金を稼ぎました。企業や個人に金を貸して、儲かったら利息をつけて返してもらう。まあ、まっとうなところはいいですよ。でもやっぱそこはお金が絡むわけですから、誘惑も多いわけです。どういうこと？支払う能力はないくせに美女を紹介するとか、骨董品を送りつけてくるとか、権威を傘に来て脅しをかけたり、あの手この手でお金を借りにやってくるわけです。ああ、俺だったら一発で引っかかるな。だろうね。しかし、安田善次郎はそういう手には引っかからなかった。有名なエピソードに、日露戦争の際に戦争を使うお金を調達しに来た元勲井上馨とのやり取りがあります。安田君、我が国もロシアと戦争を開始して早1年、いよいよ正念場となるわけだ。でしょうな。ついては君のとこの安田銀行からもう1億円ほどを。ダメです。安田君、1億どころか1000万でも無理です。国の一大事だぞ。ダメです。もし出してくれたら男爵にしてやっても。ダメです。俺は井上だぞ。ダメです。この国賊。とまあこのように明治の元勲がやってきても全くひるまなかったと言われています。なるほど。いやでもあの殴られた話絶対嘘でしょ。多少の脚色は入ってるね。すごい顔してたね。ね。まあそれでは最後にはこの名言で締めてもらいましょう。はい。人の厄介になることに甘んじる人間は本来育児のない人間である。そういう人間は恵んでやるよりもむしろ鞭撻するがよい。安田善次郎。チャンネル登録はこちら。